そんな殺され方は一番嫌だ。特別に？ブラインドマンスタイル。そんなこだわんなくていいよ。チャンス。あ、関本さんがいるのか。やっぱり関本さんだよ。ムック君はどこまで知っているのかな。関本さん本当に悪い人だったのか。興味深いサンプル。ああ、やばい、関本さんに心酔してるぞ。早苗さんがうっとりと関本を見つめていた。はい、はいってやっちゃうの？マジで。やばいやばい、どうやって逃げればいいんだこれ。やばい。人生最後の色欲。ああ、もう目の前にハサミが。この日のために丹念に研いだのか。書かなくていいよそんなの。本当にありがとう。マジっすか、やられちゃったよ。え、どういうこと。え、なんで、なんで。関本さんちょっと顔違くない？そっか、関本さんは本当はいい人で、ブラインドマンを自分で殺そうっていう、そういうこと？バタバタ、もたもた。
それが君に殺された犠牲者に対するせめてものを手向けだって。やっぱ関本さん責任感じてたのか。私にブラインドマンの最後の瞬間を見せてくれ。そのために君が必要だ。そうか、最後が見たかったんだね、ブラインドマンの。大丈夫か、ムック君。関本さん、いい人だったのか。私が本当に望むことは、責任を取ることだよ。あ、やっぱりね、責任を取ったのか。そこまでマッドサイエンティストじゃなくてよかったね、関本さん。すべて取れたのかもしれないよ。それから、あ、解体されたんだ。てか、そんな、あんなね、メンバーが殉職しちゃったもんね、ほとんど。そうだよね、所属会員が自分しかいなくなっちゃった。犯行動画あまりにも不衛生だった。そうだよね、絶対ハサミあんなちゃんと研いでたのに、あんま手入れしてなかったんだね。全てが終わっていた。田村さんだ。風森さんめっちゃいい人じゃん。殴ってないよ、はるかさんのこと。誰の葬儀にも参加できなかった。彼って関本さんだよね。もう会えなくなってしまう。あ
やっぱ関本さん。しばらくだね。どういうことだ。何も言わなかったんだ、関本さん。関本さん、どうにかできないか。本当にありがとうございました。何か欲しいものはないですか？原稿用紙が欲しい。都市伝説ブラインドマン。圧力。まだ調べてるのか、都市伝説のこと。おお、エンディングですね。いやー、よかった、主人公だけは助かってね。でもだいぶなんか殉職しちゃったよね、仲間は。ということで、とりあえず、新流行り神の本編はクリアしたってことかな。まあ、こっからいろいろまた派生して違う話になったりするみたいだけど、配信の方はここで終わりかな。あとは個人的にやろうと思っています。気になる人は自分で買ってプレイしてみよう。ビータ版とプレステ3版出てるからね。ちなみに今やってるのはビータ版でも、多分あんまり CG とか出てこないし、そこまで画質とかは変わんないんじゃないかなと思って。ホラーというよりあれだね、サスペンスっぽかったね、新流行り神。まあでもそうか、最初からそんな感じか。都市伝説の謎を暴くんだからサスペンスか。はるかさん、かわいそう。まあ分岐によってはなんかオカルトチックな話になるみたいなのもあったけど、とりあえず今回はまあサスペンス的なね、王道的な終わり方で終わったね。あとあれだね、ライアーズアートは初見じゃちょっと難しいかなって思う。あれだって選択肢読んだらもう時間なくなりそうだし、しかも文章の中の単語一つしか出てこないからね、どういう風な文章になるのかがよくわかんないしね。まあでも刺激にはなるよね、これほとんどずっと読んでるような感じだから。ああいうミニゲームが入るとね、刺激になるからちょうどいいかな。
画制作株式会社日本一ソフトウェアで、このスタッフロールが終わるとこれなんか押すのかな、なんか押すっぽいね。お、ブラインドマン編クリア。 B だね。 B、 まあでもエンドナンバーワンだから、これがあの多分みんなが最初にたどり着くであろう正当なエンドかな、わかんないけど。タイトル画面でエクストラを選択できるようになりました。新たなルート、悪霊編、生贄編、パンデミック編をプレイできるようになりました。どこかのシーンに新しい選択肢が増えているので探してみましょう。春隙間録に新たなエピソードが追加されました。おお、だいぶなんかいろいろ増えたみたい。エクストラってなんだろうね。隙間録、あー、本編で語られなかった隙間を埋めるためのワンシーンです。あの時あの人物はどんなことをしていたのか、どんな気持ちだったのか、それぞれ異なった人物の視点で楽しむことができます。隙間録の各エピソードは本編ストーリーの評価ランクによって出現していきます。ということはこれいい評価もらうとどんどん増えてくんだね。あ、エンディングリスト見れるよ。イラスト鑑賞、音楽鑑賞、ムービー鑑賞、これか隙間録はね。エンディングリスト、あー、こうバッドエンドも出てる。最高評価 B ランク、さっきのこれだね、ブラインドマン編クリア。うん、でデータベースとイラスト鑑賞、イラスト鑑賞はおお、今までのあのむごたらしい絵も、てかイラスト結構いっぱいある。むごたらしい絵も見れるよ。で、音楽鑑賞、オープニングムービーしかないか、ムービー鑑賞ってね。うん、まあそういうことで新流行り紙終了です終了ですって、まだ全然終わってないけど、まあとりあえずね、配信はここまでかな。あとは個人的にやりますということで、ムックミューでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。嘘にですね。ではでは、さようなら